ストエースホバスト。おわ、くたくたくた、おい、一投目、一投目だよ。組んで一投目。ね、サイズは小ぶりだけど、ちょっとびっくり。はい、適当に組んだらすぐに釣れてくれました。ねえ、びっくりだな。ちょっと投げてこう。どんな動きかな、遠目で見えないかななんてアクションさせ始めたらもう食ってた。あー、いいね、ちょうどいいレンジで。あー、これすごいな。カラーもね、いいから、こうギラ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 どこにあるのかよく見えるしね。バスがついたらもうそのまんま延々食うまで。あー、すげえ、ラストエースか。あー、ちょっとね、今後ろついてきてたけど、ちょっと今もうこの手前まで来ちゃって見切られちゃいましたけど、ちょっと今大きめのサイズがね見に来てた。これやべえな。で、スーパーホバリングフィッシュなんかよりちょっと大ぶりなワームなんで、今クリッタースティックでねホバホバしてますけど、これがねちょうどビラ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 でいい感じで定点保持させつつ誘いがかけられております。あー、ミドストよりほんとバスの位置がなんとなく特定できて、お、食った、もう手前で食っちゃった。手前ここでね見てんなと思ってやってたら、おお、さっきよりちょっといいサイズ。もうね、やばい、ラストエースやばい。はい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 、ありがとう。ホバスとね、これ2匹目なんですけど、もうこの足元ね、ルアーいい動きだなーなんて見てたらもう食っちゃう。バスは見えてなかったんですけどもね、ああいい動きだな、こんぐらいでホバホバすればいいんだーってピラ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 してたらもう食っちゃってた。さっきよりねちょっといいサイズね、お腹も太くなって30センチは超えてるかな。はい、引き続きクリッタースティックにルビアスね。で、ルアーはエバーグリーンの新しく出たラストエース 80F ね、数釣りできそうなんで頑張って投げていってみますよ。イエイ。これすげえなね、ラストエースね。はい、あら、顔にかける、すごい。あ、でね、素材がいい素材だから、あのちぎれないですね、それがいい。あのワーム素材だと今ぐらいのファイトで2匹ぐらい釣るともうだいぶねこの薄皮が破れちゃうんですけど、なんだろう、それがないから餌持ちがいいね。これ素材の勝利かななんて思いますけど、うん、ありがたい。ホバス釣れるんだけど結構ルアーすぐ壊れちゃうな、薄皮差しだしなんて思ってたんだけど、ラストエースはやばいね。これよっしゃ、3匹目、よいしょ、おー、バレた、ありがとう。ねえ、ちょっとあげらんなかったけど3匹目が反応してくれましたよ。ちょっとね、針をね根掛かり多いんで内向きに変えて、
あ、今ね、重りすっ飛んじゃったのかな。フローティングになっちゃったけど。食われて。やっぱこの重り入れて微妙に水面直下でビラビラできんのがねポイントだよね。で魚がついたなと思ったらそのまんまドリフト気味に沈め込んでいくと食っちゃうみたいな。見てるずっとやってたら食っちゃうんじゃないの。よいしょ、久しぶりの一匹なんでバラしたくない。よいしょ、いやー丸飲み、ほい、いい。はい、ちょっとね釣れなくて困った時間に助けてもらいました。小粒なねサイズだけども、ホバスとね、これはラストエースの 80F ね。いやーちょっと魚触りたいなーなんて時に本当活躍してくれるワームですね。改めてタックルですが、ですね、このラストエースの 80F にこうホバストの針で 0.5g の重りを顎に入れて、でルビアスに 0.85PE でティムコのねクリッタースティックっていうね竿ね、これでちょこ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 やってたらうまい感じで食ってくれております。イエイ。
おっしゃ、食った。おお、ちょっと夕間詰め入ったかな。順調ですね。おーおお、引く引く引く、ちっちゃいけど引く。おいしょ。はーい、逃がしてね。うん、どうかなーなんて投げたら、あ、また速攻ね、食ってくれました。いいとこかかってるなー。いい、こんな感じでね。うん、あ、針が露出してますけど、こんなね、針使っております。じゃあね、こいつも逃がしてあげたいと思いますよ。いや、すげえな、ラストです。で、ちょうど針が露出しちゃったんですけど、こういう感じのね、針ね。うん、これを頭の上から入れて、この背びれのあたりに出して、で、顎シンカーね、こんな感じので、エラストマー素材だから、あ、結構ね、この1匹で何匹も何匹も釣ってるんですけどもね、全然、うん、弱らない。いいですね。ちょっと違う方に投げたらね。はい、よいしょ、よいしょ、いありがとう。ねえ、ほんとね、よく釣れる。うん、で、まだね、これ最初の1個を使ってるんですけども、全然ね、壊れないね。背中がちょっと破れたりはあるんですけど、いいポイントでまたね、刺し直したりして。うん、ちょっと最初4本入りで高いなぁなんて思ったけど、すごいコスパいいかもしれないですね。じゃあ、チムちゃん逃がしてあげます。夕まとめの1匹。はい、そろそろ終盤戦かな。おチビちゃんはね、いっぱい反応してくれております。じゃあね、逃がします。イエイ。はい、というわけで帰ってきました。ラストエース 80F っていうことでね、これ実際に使ったやつなんですけども、まあよく釣れるなっていうことで、今回はホバストのセッティングで使ってみました。で、動画内でもね、何回か説明してたんですけども、まあこんな感じのね、フィッシュアローのですね、スパインフックっていうね、フックにね、これに重りがこの、0.5g のね、ネイルシンカー、こんな組み合わせで、やってみております。で、これ実際に使ったやつなんですけども、最初リグってですね、まあそうですね、小さいの中心にいっぱい釣れたんですけども、それでどうなったかっていうことで、まずね、塗装が強いなっていう、この感じね、まだまだね、いけるね。このワームに塗装っていう感じだから、まあちょっと投げたりね、魚釣ったりでいろいろこうどんどんね、剥がれていっちゃったり、ボロボロになったりするのかなと思いきやね、こんな感じで、塗装、あと目玉もね、取れずにね、残っているってことで、結構ね、強めだなっていうところと、これがね、一番肝かなと思ったんですけども、エラストマー素材のこういったリアルな感じの小魚系、こういう感じのワーム、これすげえなと思って、通常だとね、似たような釣り方で、例えばあのディスタイルのビローラであるとか、あとはそうですね、
ジンのライクシリーズとか、ああいったのでね、やったり、あとは本家本元のスーパーホバリングフィッシュでホバストをやってみたりとか、いろいろ使ってみてるんですけども、全部ワーム素材なんですよね。でこれね、エラストマー素材だからほんと丈夫ね。結構薄刺しにして背中がちぎれちゃったとかね、裂け目ができちゃったとかはあるんですけども、結局ね最後まで特に補修もせずにね、使い切ることができたな、ね、この丈夫さ、これはいいなね。最初買ってきて1100円で4本入りだから結構高えな、あーそっか、すぐなくなっちゃったり、まあ、ちぎれちゃったりとか、んーでも4本しか入ってないしなんて印象で使い始めたんですけども、めちゃくちゃ丈夫ね。これまだ使えるし、この背中がちぎれちゃったらまあ側面刺しでも使えるし、腹側から刺して、ね、逆にして後ろ側のねこっち側に重りを使ってまたね上下逆さまでホバストでも使えるし、でそこら辺がちぎれたら今度マス針でピクピク、マス針で愛字引きとかね。そう考えるとこのハームめちゃくちゃコストパフォーマンス高いななんてね、感じました。で、まあ、こんな感じでね針ね中に入っていて、これ少しね開き気味になっちゃったんですけどね、まあこれもちょっと曲げれば、すぐ直せるなっていうのと、あとこのスパインフックってのは接着剤とか特に使わなかったんですけど、ほんとねズレが少なくていいなっていうのは感じました。使いやすいっていうね。で、あとねこれね、この顎のとこにネイルシンカーを入れる穴ね、すごいもうなんていうか分かりづらいんですけど、まあここら辺こんなグニグニやってると、ああここだここだみたいな感じで、こう結構これなんか長めの 0.5 グラムですけどね、こう綺麗にねガイドの穴があって入っていくね。これもね使ってみてほんと便利だったなっていうね。これさりげなく、まあ釣り始める前にね自分でガイドの穴開けてとかね、普段ホバストのやつやったりしていたんですけども、結構ねこういう、まあこの手のワームって結構いろいろなメーカーからいろいろ釣れ線のが出ていて、でもちろんねオリジナルのラストエースとかもあるんですけども、この新しく出た 80F って表記のやつはね、そこをすんごいなんつうのかな、煮詰めて煮詰めてパワーアップしてきたなっていう、あと何にしてもよく釣れるっていうね、それをすごい感じましたね。ホバストやってみたいなーなんていう人はね、これスタートに使ってみたらね、あーなんかいい釣りだなーなんてね感じれるんじゃないかな。で今適当にこうセッティングしてみましたけども、メーカーの推奨だとここのヒレ切ってねとかあるんですけども、まあ特にねヒレ切るとよりセンターから針先が出せるんですけども、まあヒレがあってもまあよく釣れたなっていうのと、なんとなくヒレは取んないで使いましたなんてことで、すごいお気に入りなんで、仕事の帰りにねまたキーポンによって、はい、追加でね買ってきちゃいましたね。これまだね店頭今買いやすいと思うんで、この追い革カラーねすごいいいんだけど、ちょっと追い革以外の色も買いたいよなっていうことで、トリックシャッドね、こういう感じのカラーね追加で買ってきました。あーこれをね泳がした時にこの独特なね銀色がほんとねギラ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 するんですよね。あーこれは生めかしいと思って釣り具屋さんで見たら、これさらに生めかしそうだななんて思ってね、追加で買っちゃうってね、それぐらいちょっと今ねお気に入りになっちゃったこの、セットなんですけども、あとね、すいません。これ、これ、買ったしてなかった。これも今日買ってきたんですけど、ペイフォワードのね、18SR ね。
ちょっとここまで喋っちゃったから、今ここにあったのね、ずっと気づかなかったんですけど、これはトズラッパラダムで釣ったり紹介したんですけども、これねなんかすげえよく釣れるっていうことで追加で買って、なんかここにいましたね。はい、今日はラストエースね、ラストエースの動画なんで、でタックル、はい、タックルはですね、こんな感じのセットで、やっておりました、ティムコのですね、フェンウィックの、クリッタースティックですね、野良ネズミを使うのにすごいいいよっていうソリッドティップの、ソリッドティップでちょっと強めの竿なんですけども、まだね本家本元の野良ネズミこれで、釣ってないんですけども、まあその以外にもね、いろいろね、バスのパワーフィネスとか、あとは今回みたいなちょっとね、80F っていうこういう大きめのサイズのホバストであるとか、ノーシンカーであると、まあ何でもござれな竿なんですけども、今回も非常にね、使いやすく、あとかけたらね、かけた後はねバラさないし、バットパワーもあるし、すごい使いやすいなっていうことで、お気に入りで使っております。で、リールもこれは今年出たですね、ルビアスの新しいやつの、2000S ねやつですね、 LT っていうやつですけども、これもねすごい軽くて、あとライントラブルがねほんと少なくて、こういうふかふかした釣りねを終日やるぞなんていう時は、まあここら辺のスピニングに関しては新しければ新しいほど、なんかそういったライトラインふかふか巻きに対するトラブルが強くなっていっているなぁなんて印象なんで、基本的にはね結構シマノのやつを使うことが、多いんですけども、あこのルビアスもねなか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 と思ってね、最近お気に入りで使っております。で、ラインの方はですね、完全シーバスっていうね、海用の PE ラインの 0.85 にFG ノットで、これはねリーダーが2号ね、2号のリーダーをつけております。まあ黒ダイやったそのまんまって、あこれいつ組んだんだっけななんてねちょっと忘れてたんですけども、でリーダーもうちょっと細めのリーダー推奨っていうことなんですけども、まあいいやと思ってこれでねやってプラグ投げるかもしんないしと思ってね、組んでいったんですけど、2号ですね、だからちょっとカバーっぽいところでかけてもね少し、パワフルに強引にね寄せることができたななんてね、まあ40アップとか釣ってないんで、またねこういったタックルで、大きな魚もね頑張ってかけてねやっていきたいななんて思うんですけども、まあまあまあいろいろペラペラと喋ってきましたが、とにかく餌持ちのいい、とてもいい、ワームだななんていう風に感じました。まあね、具体的なアクションの感じとかね、動画の前半の方でこうシェイクしてる感じとか、あとはまあ投げて手元に戻ってくるまですごい時間かかってると思うんですけども、その分こう本当ね一点でねこうほば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 してね魚をね、誘ってくれているっていう、こういうことになっておりますので、はい、というわけでね、本日の釣り子 TV はこちら、エバーグリーンから、新しく出たですね最新ルアー、ラストエースの 80F、 これをね使ってきたらなかなかの、入れ食いに遭遇してって、こういった動画でした。はい、釣り子 TV でした。